はい、皆さんこんばんみ、グツでございます。今回ね、のゲーム紹介、任天堂スイッチダウンロード相当のゴーストスイーパーなんですけども、まあどっかで見たことあるようなゲームをインスパイアした、ゲームになります。主人公を、ね、選べます。まあ通常のキャラクターは能力は一緒ですが、特殊攻撃、これ火の玉が出るんですよ。でこれは吸い込みます。まあそれでね、面をクリアしてきます。まあ画面を見ればね、どんなゲームかすぐにね、わかるゲームですし、あれ戻られると思う、うん、どうやってる、ここやで、ここやりたい、あ、できへんの、あれ戻って、ここやりたいで、あ、こうか、ちょっとね、やってるんですよね。1年からちょっとだけやるわどんなゲームかというと、音でかいな。ね、トロロンの鍵ですね。ちょっと待って、なんか音でかいね。OK。鍵取って、要は、扉が入れば、クリア。まだ音でかいね。まあ、あのね、ソロボンの鍵をインスパイア、まあ、ソロボンの鍵が好きすぎて、それをね、真似して作ったっていうゲームなんですよ。まあ、こんな感じで鍵を取ってね、クリアできますよ。こう、分岐ルートがなんかあるので、ここの中に7を解放したいな。スタンドルート。鍵どこにあるの？でこうやってブロックを消したりできるんですよ。こうやって落としたりして、タイムがすごい短くて、このゲーム、あ、おや、死んだ、あれ取ったらあかんのか、下から行ったらいいのか、いうことは開けんのか、下行かなあかんのかな、あれ行かれ、あ、行けたな、行けるな、4から行くか、なんかでかいのな、あ、なんかゾンビ登ってくる、あ、そう、そんなことする、おおおお、ちょっと待って、あ、上、どういうこと、落としたら倒せんのかな、あ、落とせん、倒せんのか、倒せん、あ、あかんのかい、当たあれも当たったのか、どういうことよ、ゴールするだけだったら簡単ですね、このゲーム。そう、アイテム取ると難しくなるので、あれ、いかれ、これだけか。あ、いきだ。ごめん。出して、あれ、出ていくんやろ。あ、わ、破壊するのね。戻ったりとか、ほい、あ、そう、なんか全然足りてないですけど、6面、お、
おお、あった、これ当たったわ。おーい。これは、日は、新作、あ、いやー、ジャンプがすごいシビア。どっから行くのこれ。あ、なんかあそこあんな、あれ。あれ欲しいな。ボタンが分からない A かな、あ、これ仕切り込むやつか、何何何何、なんか大技なんだけど、あ、何何何何何何、この吸い込んでる何を出せばいいってこと、これ取ってみないのか、お、なんでなんであれついた、あれあれ、どうしたの、こっちから行かれる、あ、こうから、あ、どうやって行くのかな、行ってないと思う、あれでも横行けますよみたいなんだ、横行けます、あれ横は何、なんで横行かれんの、あー、なんだクリアするってこと、そんなアホな、どういうこと、先にあれ落とせってことか、別にこれでもいけんじゃない、あ、その届けんのか、こうやって作っとかなかった、あんまり良くないのかな、こういう。で、日本語吹き替えになってるの、吹き替えが日本の本、日本語に対応してないので、そう。最後のあれは何やの、星のあれが分からん、あ、やってきた、戻るのか、結局全部ルート例えらなあかんかん、これ、あ、そう、わわわわ、どうなってゴールどこやった、上か、うわわわ、ちょっと待って、それは聞いてない、あー、うわ、届かん、もう上か、あ、下、下にある、あ、そうか、持ってくる、上になんかあんのな、あれはどうやって取るんやろ、なんか生き方あんねやろな、おいや、
ゴールした方がいいよな。なんかあんまり面白くないな。あの、面白いんやけど、やっぱり元祖、元のね、ソロモン鍵がよくできてるから。あ、買っていいんだよな、あれ。なんで買っていいんだろう。うわ、早い。急に早い。取れんのかな、あれ。吸い込めばあかんのかな。あ、うわうわ。出せれんのか。あ、そう、そんなこと言えんのか。若いことをね、何やるんだね。吸い込まれん、これ吸い込まれん。なんで？うわうわうわ、あいつ何や、あいつ。ちょっと、あれは無理やわ。うわ、これ当たったの。どうやって倒すのあれ。これあれやな、吸い込んで早く剥がさんと出てくるのかな。あ、わわ、あれ出てくるのかい。それはあかん。うわぁ、ゴールか。あれも。よいしょ、行けた。クリア優先やね。え？もう行ったけど、これでクリアなってないの？どういうことだ？あれはどうやってこれな ?X。あ、もう X いけんのか。あ、いけた。いけてんねや。わわわわ。あ、10か。これで10名にな。うわ、よくあるやつやな。よくあるやつや。空も鍵で。じゃあ、あれ転がしてくるんちゃうの？ほら。あ、そう。なんでだから出んのかって、あれがよくわからない。勝手に出るの。見えないとこ出てくるんで、こうやってアイテムが。この辺は、やっぱり、ソロモンの鍵っぽい。元祖がやっぱおもろかったからな。あまりなんか、面があんまり面白くないな。単調やねんな。山頂じゃなかった。あんま言うとあれやな。あれ、上になんかあるのか。こしたなんや。動きはちょっとね、だいぶすげえやりやすい。うわぁ、そういうこと。ちょっと待って。ただ、ジャンプの、あれが、範囲が、当たり判定がでかいかな。すごい。値段がちょっと安めやから、多分500円内で買えてるかする。あいつ落としていってんのか。だからかって思って、これはまずいな。あ、うわ、そう、ほら、ちょっとでも当たんのよね。あれ、ソロモン鍵やって当たらんのよね、あれで。当たらんのよ、ああいう場面は。当たったら、あれ、行かれんのか。めんどくさいな、吸い込むか。吸い込まれへんのかいな。うわ、ゴーストじゃなくていいな。もうマジックだね。
あ、危ない。こうね。あんだけしか回復せえへんねんな、魔力が。やっぱり曲がテンション上がらへんな。曲がテンション上がる。どうなんだろう。当たるのね、ご神で当たるの。あ、機械のかな。仕込めといたいのか。あいつが気になんねんな。あれどうやって。あ、そういうことか。どうやって上があれか、かけたのか。うわ、いけるよね。ギリギリいけたな。うわ、じゃあ、だから勝手に出るのやめて。な、勝手に出るの、たまに。そこなんかありそうやったけど、まあ、うわぁ単調やな、ちょっと単調やな。サクサク感はいいけどな、怖いかな。うわぁ、ちょっと待って、怖っ、あいつ怖い。うわ、そうやね、そうやね、そうやね。そうや、ちょっと待って、あー、ちゃうよね。そんなこと、ちゃう、ちゃう、ちゃう。うわ、うわ、うわ、そういうことする。ちょっと待って。あ、ちゃう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 、危ない、危ない、危ない。ちゃう、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 危ない、危ないよ、危ない。怖い、怖い、怖い、怖い。うわ、ちょっと待て待て、あほほほほほ、鍵が二つあった。二通りの鍵がある。ちゃーうい、いかんかって横が、まあ、こっからまたおかしいな、調子が悪い。あ、横が調子悪いな、横が効かんときある。あー、うちゃ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 う。あ、消えんのかよ。あれ、無理に取らんでいいな。あれ、下なんかいけるな。なんもないんか。あ、ゴール。うわわわわ、そういうことする。あ、下のルートか。どっちのルート、下か、下のルートやな。近道やな。うわ、なんか、色の違いなと思うな。うわ、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 わ。うわ、どこか、これどうしたらいいの。一回できた方がいいのか。あ、難しい。あちゃ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 、あれ、あ、ずっとそこにおられへんのか。やば、どうやっていくのこれ。鍵どうやっていくの。あ、うわ、これ難しい。もういいや、お腹いっぱいや。ちょっと元祖やろうかな。元祖やろ、ファミコンの。ファミコンどっかやったっけ。ここじゃないな、ファミコン。うわ、こんな下か。やってないな。やっ
やっぱり元のやつがおもろいな。元のやつ曲もいいのな。えら始まらんな。こんな遅かったっけ？どこやったっけ？下の方にあったと。ああ、やっぱこれこれこれ。ジャンプは、上がジャンプか。じゃあ、B でファイアボールやな。じゃあ、A が、A でやるやん。あ、やっぱこれやな。これ、これよ。ちょっと動き雑ね。ブロックは2回で壊れんねん。あれ、なんかベル取るとね、妖精がさ、出て。あ、この音。ここなんかなかった。こっちじゃないのか。おいで、おいで。ここやな。ああ、いいね。これ、やっぱこれがいいわ。これが楽しいな。曲がいい。曲かっこいいのよな。もういきなり難易度高なのよ、ここで。あいつ、壊しにかかんのね。ああ、全然これあかん、これ、これ、これあかん、これあかん、これダメなパターンや。ちょっと待って。急がんと。下に落とした方がいいのか。腰でも死んねえよな。あのとこあれやねん。あ、でもこれいかれへんのな。もっと落とすなあかんのか。あ、そうか、それ取ったいのか。やっぱ面白いな。あいつ早く来い。こっちこっちこっち。よいしょ。いや、楽しい。あそこで詰まる人多いねんな、最初の時って。タイムもあるからね、急がんとあかんのかけるよ。いしょっと。ここをどうやって抜けるかね。これから振るとかなかんのか。どう？ブロックしといたら、あいつ入ってこられへんから。ここはもう B ですかね。これ上がって、落とすやろ。で、ファイアボール取るから。こっち来い。こっち来い。火で壊すねんね、ぼーっと。ほらほらほら。あれよ、回復グランタガンから上から、ここ乗るやろ。これで、よし。あー、浮いてた。やっぱこっち面白いや。あれはあれで面白いやろな、多分ずっとやっていったら。でこっちやったらいいとは、やっぱこれがね、面白いからさ、難易度高いやついきなり。なんか変な崩し方したな。これ絶対取っとかなかよ。あちゃあ、うわ、やってもた。独特な動きしてもた。あ、二個は無理だよ。二個は無理やで。何した今。解き方忘れたぞ。
違う違う。鍵出しとこうか。あ、ちょちょちょ、うわうわうわ、来た。あかん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 。あちゃうー、危ない。ちょっと待って、これは一回こう使い直しとこうか。で、あいつ出られなかったぞ。で、うわうわ、でもこれどうやって行くんや。あちゃ、今のでよかったんか。あ、うわ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 、ちょっと待って。あ、行けたけど、あれ取ってないな。永遠にやってそう。うわうわうわ、これ行かなかったか。ボーナーステージみたいなやつやった。タイムどれぐらいあるの。あ、もうそんなないのか。なんかまだあったよな。絶対あの上怪しいやん。ちょっと待って、タイムない。なんかこれなんかあるんやったっけ。あ、でももうタイムないな。もういいや、ゴールするか。うわー、これ嫌なやつやな。これ嫌いなやつやな。嫌いじゃないねんけど。大作したら嫌いな、これな。なんで早落ちん。一気に登ってみる。難しいかな。あー、難しい。うわわ、難しいわ。は一気に登らなあかんな。一個また、あー、当たってもた。あ、そう、くだらくジャンプしたら間に合う思ったんやけどな。ダメでしたね。今回以上ですね。グでした。今回ゴーストイーバー、もともとゴーストイーバーね、ソロの鍵はおまけで収録しました。以上です。グでした。また見てな。じゃあねー。